酒。サケアンコリンカスケタは、サ目カサケ属の魚。競技には、種としての大桁の標準和名であるが、講義には、ケ類一般を指すことが多い。ここでは、種としての、ケ、通称、白酒について解説する。生鮮魚介類として流通する場合には、白酒、秋酒、秋味、アイヌ語の、秋屋チップ。 秋の魚の意味に由来する。などの名称も用いられる。この他の別名として犬ます。サーモン、メジカ、時知らず、岩手県では南部、花曲がり酒、ブナ、いずれも河川に遡上したものを指すなどがある。時知らず、時知らずは、産卵期以外の時期にとれる季節外れの酒の故障。産卵のために栄養が疲弊していないので旬のものより、うまいとも言われる。 蒸気胡椒を含めて地方名も多く、秋酒と秋味は北海道や青森県、秋田県、時知らずと夏酒とラシャマスは北海道で使われる。なお、一部では鮭とも称されるが、鮭と鮭の関係については諸説ある。鮭の語源については、鮭類も参照のこと。遺伝的には地域差より河川ごとの差が大きく、 同一河川での年休ごと、年ごとの差は小さい。これは、高い母船回帰性のため河川間の交雑が起きがたく、回帰個体の年齢にばらつきがあり、年ごとの項が行われていることを意味する。飼育下では、死別サーモン科学館が淡水でのメスの成熟にも成功し、次世代を得たことがあり、2009年、平成21年には、 千歳酒のふるさと館が2例目の淡水でのメス成熟と産卵の成功例となった。また、2012年、平成24年には、富山県立滑川高等学校が国内3例目の成功例となる淡水でのメス成熟と成熟卵の放卵を確認するなど、生態の研究が進められている。生息域は、北、太平洋、ベイリング海、オホーツク海、 日本海を含むと北極海の一部。日本近海の酒の圧倒的多数は安定した漁業資源確保のために北海道、東北地方を中心に人工的に採卵、放流される不可常産白酒が占めている。稚魚の放流が行われず自然産卵のみのサイクルが維持されている河川も北海道、北陸、近畿、山陰地方にいくつか存在する。 日本で定常的に訴状が認められる南限の河川は、太平洋側は千葉県の九十九里浜に注ぐ栗山側であり、酒は調子に限るということわざの語呂合わせから、太平洋側の南限調子付近と言われる。日本海側は島根県の郷の川の支流濁り川で、その他オホーツク海沿岸、北極海の一部、ユーラシア大陸側は、朝鮮半島以北の日本海沿岸。 ベイリング海沿岸、アメリカ合衆国オレゴン州の河川に遡上、繁殖する。禁煙のカラフトマスとは、分布や産卵期が重複し、産卵床の指摘条件が似ているため交雑が生じ、交雑個体が捕獲されることがある。交雑個体は避けマスと呼ばれ外見は、双方の特徴を合わせ持っている。産卵床が作られる川床環境は、 カラフトマスよりも流速が遅くされ機質で有水のある川床が選ばれる。また、鮭の稚魚が日中移動するのに対し、カラフトマスは主に夜間移動することが報告されている。日本で鮭として販売されている輸入品鮭類の一部は、元来は自然分布域ではなかった南アメリカ大陸の地理で、日本の国際協力機構、JICA の支援により養殖されたものがあるが、 白酒ではなく海面養殖されたニジマスや銀酒で、ある。日本での訴状は高緯度地域ほど早く10月から12月で、北海道、東北地方の川が主であるが、本州中部から西部の日本海側や関東地方の川にも訴状し、散乱する。水温摂取8度では、60日程度かかって孵化し50日程度で、腹部の卵納の栄養分を吸収し終わると浮上する。 浮上時は体長5センチメートル程度でプランクトンを主とした捕食を開始する。浮上後から海水体制が発達していて3月から4月頃に日中に群れで移動し公開する。日本系白酒では公開した当年魚は北海道沿岸を離れ夏から秋には千島列島の極沿岸かオホーツク海の水温摂取8度前後の水域を生活域とし、 水温が摂取5度程度になると北西太平洋の限られた水域に移動し越冬をする。越冬後はアリューシャン列島からベーリング海中部を餌場として表層から100メートル程度の水深まで分布し秋には体長37センチメートル程度まで成長する。水温が低下する冬季はアラスカ湾を主な生活の場としながら夏は オホーツク海から北部太平洋を海遊する生活を、成熟まで繰り返す。河川生活期の餌は襟好みをせず、口に入る大きさのカゲロウ、トビケラなどの水生生物を、海洋生活期の餌は、稚魚期には主に海の実類、貝足類、オキアミ類、成長すると、ホッケ類、イワシ類、コヒラヨハダカ、他のサケカギョ類の稚魚などと考えられている。なお、 成長しても夏はプランクトン、秋はイワシ類と季節で変化しているとの調査法がある。1から6年の海洋生活で成熟した個体は、母船に向け回帰し産卵活動を行う。南下回帰時のルートは、千島列島沿いとされ、1974年の調査では、水深5メートルから20メートル程度の浅いところを泳いでいた。 産卵期の制御の全長は平均で70から8 0センチメートルだが、大きい個体では9 0センチメートルを超えることもある。なお、成熟速度が著しく高く、早熟、海洋海遊2年で母船へ回帰する、オス制御は5 0センチメートルに満たない。新魚は川を登っている間、餌を食べない。オスはその間に体高が高くなり、せっぱり、上下の、両角が伸びて曲がる。 花曲がり。産卵、放生後の新魚は、1ヶ月以上生きて、産卵床を守る。メスの個体もあるが、大半は数日以内に寿命が尽きて死ぬ。また、産卵期になると寿命が近く免疫力が低下するため、遡上中のみならず、まだ海中にいるものでも水かび病に感染し上皮が白く変色することがある。個体によっては一見すると、 まるで真っ白な別の魚のように見えることもある。河川生活期は接触可能な水生生物を海洋生活期は周囲に生息する餌としやすい生物を利用している。一方、酒用事業捕食者としている生物は、寄水域でうぐい、海洋でホッケ、ヒラメ及びカラフトマスが確認され、サクラマスも捕食している可能性が指摘されている。また、 海鳥類のウとウと、海猫は重要な捕食種と考えられている。さらに、河川遡上後のサケは、ヒグマの主要な食料と認識されているが、ヒグマの栄養源のうちサケが占める割合は、北米沿岸部の個体群では、栄養源全体の30%以上であるのに、対し、シレトコ半島に生息するヒグマでは、栄養源全体の5%に過ぎなくなっているとされ、遡上源による、 生態系への影響が懸念されている。日本系鮭と若干のマス類は、戦死時代から漁獲の対象となってきた。かつて、山内企業が、縄文文化が、東日本でより高度に発達した理由を、鮭マス資源の豊富さに求める説を唱えた。この説に対し当初は、批判が多かったが、その後の発掘調査において、東日本各地の貝塚で鮭の骨が発見されるに、 および評価されるようになった。なお、平安時代の演劇式にも日本海沿岸諸国からの河川訴上魚の献上の記事が載せられている。また、江戸幕府、正木藩によるアイヌ統治時代には昆布と鮭はアイヌ民族からは人への重要交易品目であった。あと、鮭の回帰性に着目した越後国村上藩、現在の新潟県村上市の下級武士。 青戸ぶ平時は、法暦十三年、1763年に、種川の生涯を敷き、三面川に、鮭の産卵場所を設置した、人工川を設けて、鮭の自然増殖に努めた。日本における鮭の人工孵化と放流は、1876年、明治九年茨城県の中川で、試験的に行ったのが始まりで、1888年、明治二十一年に千歳川に、 中央付加場が建設され本格化した。回帰率は、北海道沿岸では、おおむね5%であるが、本州太平洋側では3%、本州日本海側では1%程度、回帰数は1997年、平成9年から2007年、平成19年までの10年間の平均で、年間6270万匹である。日本による沖合漁業については、 1 9五十年代に発行した国際条約をきっかけに再開され、1 9七十年代に漁獲量がピークを迎えたとされる。その後1 9九十年代には、北、太平洋における作家制魚類の軽群の保存のための条約、1九十三年発行により、活動海域が日本とロシアの沿岸二百海里以内に制限されることになり、二千七年、 平成19年度の沿岸漁業での漁獲量は21万トンで、定置漁業権に基づいて行われる、定置網での漁獲が90%以上を、締め中心となっている。ちなみに、日本全体の定置網量の38%が、酒増類である。なお、北海道の千歳川流域では、産卵のために川に登る酒を、インディアン水車により捕獲しているが、これは、 稚魚の人口負荷を行うための新魚確保が目的であり、一定量の捕獲に限られている。刑事と読む。検知と呼ばれることもある。知床網走付近で11月上旬、中旬に漁獲される油の乗った若い酒である。通常の鮭と見分ける箇所は、有紋水である。腹を開けて胃袋の下側についている有紋水の数を調べることで、 その数が220個程度あれば、ケージである場合が多い。卵巣、清巣が未成熟である。漁獲量は普通の鮭1万匹に対して1から2匹程度しかなく、幻の鮭と言われている。その身は、大変に脂が乗っており、死亡率が通常の鮭の2から15%に対し、ケージは20から30%である。微味である。このため、 高級食材として鎮調されている。水産庁所轄の独立行政法人水産総合研究センター、酒マスセンター、現水産総合研究センター、北海道区水産際務所の調査では、ケージの遺伝子の解析結果より、日本の河川で生まれたものではなく、アムール川系のものであることが判明している。酒は程よく、油が乗った癖のない実を持ち、加熱すると、 独特の食感が現れる。それらの特徴を引き立たせる様々な料理がある。鮭の実は赤いが、生物学的には体側筋がチキンからなるではなく、側筋からなるに分類される。鮭の赤色はチキンの色の原因である酸素結合性タンパク質、ミオグロビンによるものではなく、餌として摂取された甲殻類の外殻に含まれるカロテノイドであるアスタキサンチンによる。 産卵直前には皮膚と卵に赤色が移り、新肉は本来の白っぽいものになる。このワスタキサンチンは抗酸化作用などが注目され、多くのサプリメントや健康食品に利用されている。生食にはノルウェー産などの完全養殖物の,の耐性用酒が使用されることが多い。衛生管理の行き届いた無菌状態のイケスで完全養殖した。 大西洋鮭は日本へ輸出時に冷凍し解凍される。鮭類には列島上中科のサナダムシやアニサキスといった寄生虫がいることが多いため、冷凍処理を行わないものを生殖すると感染の恐れが高い。アニサキスは鮭の実を加熱するか、ルイベのように日本の厚生労働省や各国の公的機関が通達する手順で一旦冷凍することで死滅する。 死骸になってもゴムのような弾力があるが、見た目、寄生虫の死骸を口に入れるという心理的抵抗感を除いて、魚肉と共に食べても、基本的には問題なく、害もないが、アレルギーがある場合もあるので、食べない方が良い。寿司屋などで食される刺身は、イケスで養殖された答えか、原則的に冷凍されたものを解凍したものである。魚醤 鮭の内臓などを原料に塩と麹で仕込み熟成させて作る。たくさんの鮭の内臓が産業廃棄物として処分されていたが調味料として使用することで価値をつけることができた。産卵期に入ったものは旨味成分であるアミノ酸類や脂肪分が卵や白子の形成に使われてしまうためルイベや焼き物、煮物料理には 蒸気のケージや置き合いの魚場を回遊中の時知らずの方が微味デるが山付けや荒巻きなど長期塩蔵加工するものには脂肪分が少なく油焼けしにくいことから素状を開出する前後のブナ模様が発現し始めた個体の方が適している。焼いた塩酒は日本の朝食の典型の一つと考えられることもある。旅館、民宿などではのり。 生卵などと共に焼いた塩酒が出されることも多い。焼いた塩酒は他にも握り飯の種や弁当のおかずなどにも用いられることが多い。塩味をつけた酒の身を崩したものはフレークとしてお茶漬けの具、ふりかけ、サラダなどにも用いられることがある。秋田県の中央部県南部では焼いた塩酒のことをボダッコと呼ぶ。これは佐竹義信が 関ヶ原の戦いの後に、出羽国は北郡へと転放された、鮭の実の色を見て、日立国で食べた獅子肉を思い出し、ボタン色のようだといったことが広まり、ボタン子が変化したものという説がある。卵は塩漬けをした筋粉として、あるいは粒をほぐしたイクラとして寿司などに用いられる。またお酢の清掃、白粉は DNA を豊富に含むため、抽出原料として、 拡散ドリンクや、固形の健康食品のほか、医薬用、工業用に使われることが多い。鮭の心臓は、ドンピコという名称で、三陸沿岸で昔から食べられている。心臓のみならず肝臓の食感も、塩の香りの漂う鶏の持つといったところで、刻みネギと共に醤油または、塩コショウで味付けたバター焼きや串焼きにすると美味である。また鮭の頭部の軟骨は、 ヒズ、ヒズ、ヒューズとも言われ、これもマイナーながら通行味の食材として好まれている。ヒズは酢のもの、生酢として食べることが多い。頭部のゼラチン質の部分や目の周りの脂肪分は焼き物や煮物にすると美味である。他にバター焼きにする、シチューの具に使うなどの調理法がある。この軟骨からプロテオグリカンを低コストで大量抽出する技術を 青森県の弘前大学と商社の住広氏が開発しサプリメントなどに利用されている。稚魚はイカナゴのように佃煮にすると美味である。近年では鮭の背骨、中骨というを柔らかく煮てそのまま食べられるように加工されたものも存在する。これは主に缶詰として流通される。鱗は海洋性コラーゲンの製造原料になる。 このように捨てる部位がほとんどなく、内臓や骨なども料理の出汁になるのを含めれば事実上無駄になる部分はない貴重な魚とも言える。また、前述の鮭の回帰性を発見した青飛ぶ平ジを生んだ新潟県村上市には百種類以上にも及ぶ鮭料理が伝わっている。北海道のアイヌ民族は鮭を噛むイチェプ、神の魚、また、シペ。 本当の食べ物と呼び、生活の大半をその恵みに依存していた。狂気が近づけば、天空の天の川を見上げて、天の石狩川、天の手塩川など、その地一番の大河になぞらえ、どこが一番濃く見えるかで量の法境を占った。白尾や上り別付近では、頭がはげたカラスが現れれば、豊漁の兆しとして喜んだ。やがて最初に登ってきた酒を捕らえるや、 それを神に捧げる、アシーチプカムイのみ、新たなるサケの祈祷を行い、イナウト、トノト、ドブロクを共に捧げて祈った。サケは、回転式の森、マレクでつくか、ウライ、ヤナで捕え、水量のあるところでは2層の丸木船の間に網を、張ってこぎ、サケを追い込む、ヤーシ漁、網漁を用いた。W 字型をした天空のカシオペ2層の船と、網に似ていることから、アイヌは、 ヤあシのカ、あびき型の星と呼ぶ。暴れる鮭はそれ専用に作られた、神聖な金棒を、イサッパキクニでうっとめを刺す。鎌などで引っ掛けることは神を冒涜するものとされた。凶器には、物意味が守られ、生理中の女性は川に近づくことを許されなかった。鮭は、加工の古端で独り占めはせず、上流部へも行き渡るように節度を持って取る。そして、チポロ、イクラや、 うぷ、白子を持った、うまい鮭を狙うのではなく、産卵を終えて弱った鮭、ほっちゃれを重点的に取った。来年への資源確保も重要だが、脂肪が抜け切った、ほっちゃれの方が乾燥保存に向く、という事情もあった。こうして取られた鮭は、一部を、当座の食用に回すほかはすべて保存食に加工した。腹を裂いて、内臓を取り除き、 古外の物干し棚にかけて乾燥させる。屋内のいろりの上に吊り下げ、燻製にする。あるいは雪の中に埋めて凍らせる。乾燥酒を、さ、チェプ、乾いた魚、もしくは、あた、と呼ぶ。食べる際は水に戻し、魚油を加えて、旨味を足しながら煮込む。凍った酒が有名なルイベである。食べる際は、まきり、小刀で大まかに切り分け、柳の串に刺して、 火に炙って溶かし、少量の塩で味をつけて食べる。塩は交易で飲み得られる貴重品なので、保存料として大量には使えなかった。アイヌの伝統的な食文化に、塩引き酒、ら巻き酒は存在しない。アイヌの代表的な酒料理としては、ルイベのほか、チェップをハう、酒の煮込み汁、舌タ,タップ、エラと白子のたたき、チッポロサヨ、イクラ状が挙げられる。 特に白米のチポロサヨは、鮭の魚気に貴重な白米が入手できてこそ作られる料理であり、大変なご馳走だった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。